もう割れなくなっちゃってんね。あそこじゃねえとこに行くか。そのうちまた NHK から取材あるぞ俺。多分ここ来たからね。もう一枚撮っとこう。マジで多分もうそろそろだな。そろそろ取材来んな俺。ここ来てっからマジで。俺仕事早いじゃんね。レベル高いのでテレビの方で鍛えてます。やっぱりピアニッチさん。そうっしょ。あの結構、まあれでしょ、使えるっしょ。やっぱ楽しめた。はい、あ、ってえやつがどこに。そこのあのお土産コーナーに。そうなの。ああ、待ってましたよ俺が買い終わるまで。人も暇な人もいるんでみたいな感じで、ええ、ありがとうございましたみたいな感じで、なんでなんか通報したみたいで、なんか人が映ってるとか、だけど暇な人がいるみたいでとか言ってくれて、終わりました。